はい、どうも皆さん、お疲れ様です。アサシンクリードバルハラ、今回は第84回目ですね。続きの方をプレイしていきたいと思います。シグルドに追従してホルダフィル家までやってきたところだな。なんで、スキルを上げたいと思います。果たしてこの辺境の地でエイボルとシグルド何を見るのかっていうところですよね。非常に楽しみです。私こんな辺境ついのて地にこい。何が。雪の王国に入るぞ。シグルド、これが収まるまで待てないのか。肌を刺す氷の痛み。楽しめ、エイボル。神々の足跡をたどってるんだ。本当行かくよ。先は、さらなる氷河と雪原か。栄光だ。嵐が静まるまで待てないのか。船にいれば、酒と食い物で暖を取れるのに。ダメだ。日差しに向き合い、神々を讃えねば。神々は俺たちを見つけたりしない。俺たちが見つけるんだ。目玉に雪を溜めて、骨の髄まで凍りついてるなんて情けない。エイボル、寒さを恐れるな。俺たちの行く先は、雪も風も及ばない場所だ。何があるんだよ、この先に。あ？なんだ？何にも見えないじゃん。だいぶ上がってきたね。これかもう帰り道わかんなくなっちゃうパターンだよ、これ。ひどい寒さだ。まるでニブルヘイムの風だな。このまま進め。もうそろそろだ。一体何があんだよ、この先。登んの？よいしょ。ひどい嵐だぜ。もうブリザードだ近づね。いてるぞ。岩の形に覚えがある。そうだ、あと一息だ。指が氷みたいだ。そう願おう。なんだ？なんか開けた場所に出てきたぞ。よいしょ。なんだこりゃ。なになになに。凍った湖だ。間違いない。わあ、ホッキョクグマが洞窟があるんだ。ホッキョクグマがいるじゃねえ一体どこに連れて行く気だ。大丈夫、すぐにわかる。もう後戻りはできないな。あった、洞窟だ。聖なるもんが隠れてるぞ。大丈夫これ。もう嫌な予感しかしないけど 大抵こんなところ行くのはね、嫌な予感しかしないです。まあ、とりあえず洞窟の中に入ろう。ゴインヘリル。なんだ。氷は脆そうだな。片付けられるか。ほら。暗いな。タイマーつけよう。一体何があるんだよ、この先に。胸が躍る。ようやくだ。と左。まさか、この扉。あ？見たことあるか。なんだこれ。あの上の空間。あそこにサーガストーンがあったのか。そうだ。遥か昔にな。下がってろ。ザホイナクワート、ウンズメンブル。トゥルワン・ディク・ワールデ、ウン・ソラス・プラス、フノカ・ディデ、ウン・ズム・フハス・レイズ・デ・ライ、フハス・ザ・ホーシ。そんなんで開くわけ。どこでその言葉を覚えた。嘘だろ。ただのエイボル。嘘だろ。私はかつて生きた人生の記憶だ。行くぞ。なんだ、この場所は。でもオリジンする、オデッセイだっけ。でもこんな場所ありましたよね、最後の方ね。出てきましたよね。
俺は覚えてるぜ。確かにこんな場所があったはずだ、オデッセイでも。っていうことは各時代の各所にこれは作られてたってことなのか。こっちだ、この床が導いてくれる。ほんとかよ、お相当高えぞこれ。お、何？なんだ？下へ参ります。下へ参ります。シグルド、言葉がない。何から何まで奇妙だ。ここは古の聖地だ。恐れることはない。この先は？戦死者の館と黄金の平原がある。ヴァルハラだ。いや、バルハラって死者の館じゃねえかよ。まだバルハラには行きたくないっすね。おお、何も見えん。あれあれ、シグルドいないよ。 あ、いた。お、びっくりした。ドワーフが作ったものか。精緻な作りであることは確かに、グンナルにもこれ以上のものは作れないだろう。それにここはあまりに深い。まあ何も見えないよ。うわあ、超くれ松明。おお、何これ。太古の樹木、生命の木だ。これは生命の木って。あのユクドラシルかよ。まばゆい輝きを、すべての命がここに集ってる。詩人ならこの光景に涙するだろう。涙するどころじゃないよ。万物の父、ビビるわあんなの。これからもっと素晴らしいものが待ち受けてるぞ。俺には見える。オーディンの偉大な館が。なんだよオーディンの偉大な館ってよ。あれだ、お前も感じないか、神聖な力を。これほど壮大なのは見たことない。我らが聖地だ。俺たちを迎え入れてくれるだろう。その目でよく見ろ。どうやって知ったんだ。原始が全てを教えてくれたのか。知り得たことは他にもある。一体なんだこりゃ。もう普通の時代と全然違うじゃないか。ああ、あ、なんかあるぞ。見てみろ、この金属の球体によって古の聖地に明かりが灯る。大丈夫そんなの。そしてこの輝く腕、木の枝によって俺たちは神々の隠れ家に入れる。いざバルハラへ。準備はいいか。この先には何がある。一体どこに導かれるんだ。その中心部に立て、答えはおのずとわかる。ほんとかよ。ああ、もう嫌な予感しかしないよ。やだな。え？シグルド！スバラか。え？あたえしもの、我は来た。何？お、なんか刺されたよ。なんかマトリックスみたいな感じの世界観になっちゃうけど、そんなことしたら。思いっきり脊髄ブスーやられてたけど。あれ？そうだ、これは夢だったパターンですか？これはロングハウスか？ここは何だ？ここだ。一体どこだ？
もういきなり何が何だか分かんないよ。開いた。え？おお、来たな。よく来た、ドレングル。何何？我らのために戻ってきた。ハービー、ハービーが戻った。我らに勝利を。なんだ、オーディンの館か。ハービー。もう一杯注いで私の唇を潤して。酒で力を。戦いで。すごいな。バイキングしかいないじゃないか。エイボル、トゥールから聞いていたわ。いらっしゃい。あんた、スバラか。バルカの母親の。鋭い目ね、狼傷。ようやくだな、エイボル。さあ、フレイヤと喜びの杯を交わせ、勝利の歌を歌おう。何に勝ったんだ。何なんだ。腕が元に戻ってる。それに力もみなぎって。これが永遠だ、エイボル。偉大なる英雄の館で祝宴を開こう。ようやくこの時が訪れた。歓喜の叫びを。これは何もかもが美しい。兄上が見たものは現実だったのか。いや絶対違うよ。ツールよ、戦いの角笛を。戦場へ我らと共に。エイボル、戦いを楽しんで。せっかくここに来たのだから。何？いきなり戦闘ですか？すげえ。戦いを楽しんでって言ってるけど、永遠の戦いだと。この力を見ろ。とりあえずやればいいのか。こっちを見ろ、シグルト。ずいぶんもろくない？一撃だな。よし。怖い。ここは信じられないような場所だ。虫けらの相手はもういいだろう。俺と勝負しろ。こういうのは初めてだな。手を抜くなよ。ここでは恐れることなど何もないからな。わかりました。バルファラの永遠の血を流せ。兄上との終わりなき闘争の始まりだ。おい、潰してやる。日が暮れる前に俺の刃を味わわせてやろう。あれ、兄上。案ずるな、エイボル。ここでは傷は増えない。増えるのは戦いの知恵だけだ。本当？今日はここまでだ。なんだ、一体何が起きてる。え、何が起きた。おい、まさかの無限ループか。何が起きてんだ。ハービーが我らのために戻ってきた。時間が戻ってる。我らに勝利を。お使いできて光栄だ、ハービー。戻ってるな。さっきのセリフも一緒だ。あ、シグルドだ。シグルド、腕がまた戻ったな。俺の腕は決して失われない。ここにあるものは全てありし日のまま変わることのない戦士たちの勇気と名声だけだ。ここでは皆不死身なのか。それを一緒に探るとしよう。別の日か。また始まった。
どうすればいいんだ。また始まっちまったな。骨がむき出しだ。また腕を失ったな。また戻ってくる。戻ってこなかったらどうすんで。え、父上、父上か。なるほど、なんとなく見えてきたぞ。父上のはずがない。オーディンの館とは言ってるものの、ただこれはみんなあれだな、戦いと栄光に。アービーが我らのために戻ってきた。スコール。戦いと栄光に飲まれた人たちの戦いを取って戦いを祝いましょう。さまよえる魂じゃないか。親愛なる戦と歌の詩人よ、この狂乱をどう感じてる。これはそうだな、凄まじい愛を掲げて。エイボル、どうしたの。この館で父上を、バリンを見たか。いいえ、いるべき人。いや、臆病者として死んだから。だがこの目で見たのは確か。ここで心配事は不要だ。人探しは後にしよう。いや、心配なことだらけで。旅は終わったんだ。いるんだろ、父上。どこだ。姿を見せろ。我らに勝利を。お使いできて光栄だ、ハービー。これはずっと無限ループしてるぞ、これは。偉大な戦士たちよ、バリンはどこだ。何？バリン、父だ。昨日は過ぎた。バリン、父上。やべ、また戦いが。ちょっと待ってくれ。いや、お父さんを探すしかね、うん、すごいな、これ。行こう、探すんだ。赤いマントが特徴だな。父上はどこだ。どこだ。いないな。探そう。あ、いた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 。あ、シグルトじゃないか。今度腕を切り落とされたら、それを武器に殴り殺してやる。そろそろ疲れたんじゃないか。まさか。お父さんいるけど。待て、父上。違った。エイボル、左目が。これ何？ループしなくってエイボル左目失うパターン、もしかして。目ある。一体何なんだ。エイボル、客人だ。入っていいか聞け。くだらんこと言うな。尋ね人を連れてきたぞ。見ろ。え？
エイボル、会いたかった。立派な戦士になったもんだ。俺は心から誇らしいぞ。どんな手を使ってここに来た？あの偉大な戦いを覚えてるか？共に戦ったあの時を。母さんもシグルドも仲間たちも皆が共に戦った。戦ったのは父上以外の全員だ。あんたは臆病者として死んだ。エイボル、もっと楽しめ。実の父親との再会だろ。お前は愛を失ったのか？父上じゃない。嘘をついたな。嘘じゃない。あれは俺からの贈り物だ。ここでの俺は全能、全て思うがままだ。本当かよ。お前は父親に会いたがってたろ。俺には朝飯前だ。オーディンの掟に習えば父上はここに来る資格がないはずだ。あんな姿見たくもない。お前の父親が死んだのはお前を救おうとしたからだ。ただお前と民を守ろうとした。いや、あいつは。ここは旅の終着点だ、エイボル。バルハラであり終わりなき黄金の平原。さあ来い、戦いが呼んでるぞ。一体何なんだ。はい、というわけで皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。今回はちょっとキリがいいんで、ここまでにしようと思います。果たしてこのループをエイボルは無事に抜けることができるんでしょうか。お疲れ様です。